こんにちは。Dialogue for People フォトジャーナリストの安田なつきです。カルチャーから知る朝鮮半島のことを前回の動画からだいぶご無沙汰をしてしまいましたけれども、今回も早稲田大学韓国学研究所のキム・ギョンボクさんと一緒に考えていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早稲田大学韓国学研究所のキム・ギョンボクです。数ヶ月の時間が経ってしまいましたが、企画の準備に力を入れていたので、そうなんです。これから今年22年度のいくつかの企画楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。前回の企画から少し時間が空いてしまったので、改めてこのシリーズ紹介をしていきたいと思います。このカルチャーから知る朝鮮半島のことは、動画配信を通して朝鮮半島やそこにルーツを持つ人々の文化への理解を広げていくシリーズです。これまでにも小説だったり、ラップ、フェミニズム、新大久保の街歩きだったり、さまざまな動画を皆さんにお届けしてきました。今回は朝鮮半島にとどまらず、広く平和教育というものを考えていきたいというふうに思っているんですが、ギョンボクさん、改めて、この平和教育というものをテーマに掘り下げていこうというふうに思ったきっかけだったりですとか、それはどういう問題意識からだったのかということから伺えますか？はい、そうですね。8月っていうと日本では平和月間になります。そして世界中で、去年今年ウクライナ、そしてミャンマー、台湾有事の話も出てきたり、イスラエル、パレスチナ等々数えきれないほどの紛争やさまざまな災難が続いているわけですけれども、私たち平和文化っていうことを考えていて、朝鮮半島と日本、北東アジアのことだけに限らず、この世界の問題と日本、そして朝鮮半島を含む東アジアのことをつなげていきたいなというふうに思ったところが一つのきっかけでもありました。で、それはコロナ禍から始まったこの Dialogue for People と韓国学研究所のコラボ企画がですね、学校教育や特に大学教育の副教材的な公教材としての機能を生み出しているっていうところが見えてきた部分もあって、せっかくなのでこれを平和教育をもう一度捉え直す機会にしたいなっていうふうにも思っていたわけです。僕の個人的な話をちょっとだけさせていただきますけれども、僕自身も平和教育に関わっている立場として、普遍化している平和教育ってことを歓迎しつつも、もしかしたら形骸化しちゃってるんじゃないかなっていうふうにも思ってるわけです。で、いろいろとこう平和教育に関わる中で、4つぐらいの、隔たりというか溝っていうのを考えているんですね。で、その4つの溝だけ今日のテーマに関連するんでお話ししたいと思いますが、はい、1つ目は過去の話、つまり戦後77年以上経っていろんな過去の不幸なことがもう遠い過去のことすぎてもういいんじゃないかっていうふうに思う人が増えてきた。2つ目は歴史についてちょっと暗記科目で難しいし苦手だなっていう若者が多いってこと。3つ目は、加害行為について直視したいと思ってもあまりにもむごい残酷なことを触れることでちょっとこう心が重くなってきたり、同じこう人間として同一化して考えづらいっていうところがあるみたいです。で、4つ目は、若い人たちだけではないんだけども、自分のことで精一杯なので、人に対しての他人への思いやりっていう力がなかなか働かないっていう問題、隔たりや溝があるっていうふうに考えています。先ほど形骸化というお話もいただきましたけれども、やはりその沖縄に私もこうたびたび取材で伺うんですが、教職員の方々の中には、じゃあ例えばその6月23日付近になって、でビデオを見せます、子どもたちに感想を書いてもらいます、それだけですというふうに、そういう、こう形だけのこう平和教育でいいんだろうか、今ギョンボクさんがおっしゃったようなこう4つ の, こうあの課題意識というものがあるからこそ、形だけでやりましたとい う, こう既成事実を作るのではなくて、どんなふうに届けていけるのかというところが問われてくるかと思います。ということで、今日は、ゲストの方とともにそういった点をこう掘り下げていきたいと思います。国際交流 NGO ピースボートのスタッフで、原爆関連の科学史や平和学習に関する活動を続けていらっしゃいます畠山澄子さんをお迎えしたいと思います。畠山さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。畠山です。よろしくお願いいたします。はい、畠山さんはギョンボクさんとも共にこう活動されたりということが、もともとそういったつながりがあったということでしょうか？そうですね、最初はピースボートでしたかね。そうですね、お話が出ると思いますけれども、地球大学とかいろんな平和教育のプログラムでお世話になっているっていうところがきっかけです。
こちらがお呼びして呼んで乗っていただいたことがきっかけで、5年ぐらい前からですかね、つながっていて、それがきっかけでピースボート外でもいろいろなプロジェクトにお誘いいただいて、これも後ほど話が出ると思うんですが、行目先生にお誘いいただき、今学期から早稲田大学で一コマ授業を持たせていただくなんていうのもありまして、そういうのも含めていろいろな活動を一緒にやらせていただいてます。今日はその重ねてこられたご活動について改めて掘り下げていきたいと思うんですけれども、本日のテーマがですね、平和教育の今までと、そしてこれからということで、今までを見つめて、そしてこれからをこう考えていきたいというふうに思うんですが、畠山さんご自身のことについてまず伺っていきたいと思うんですけれども、畠山さんご自身は埼玉県のご出身ということで、どうでしょう、こう自分自身のこう子供時代なんかをこう振り返ったときに、平和教育をこう学校教育の中なんかでこう受けてきたご経験だったり、振り返ってみるとこう記憶というのは、振り返ってみていかがですか、畠山さん。そうなんですよね。私、埼玉県の公立の小中をずっと行きまして、今となってはこういう活動をしていますから、埼玉で平和教育に関してたくさんの取り組みがなされていることっていうのは知っているんですけれども、やっぱり小中学校で平和教育っていうものを受けた記憶とか、あるいはそういう言葉に触れたかなっていうことさえ、ちょっと定かじゃないかなっていうところが正直ありまして、埼玉県というのは絶妙な、位置でして、修学旅行でも広島、長崎が入ってこないんですよね。やっぱ京都、奈良になってしまって、でもうちょっと西の方の人に聞くと、修学旅行では行ったよ、広島、長崎、沖縄も行ったよ、みたいな子たちもいるんですけれども、埼玉だとどうしても、日光、京都、奈良っていう修学旅実行際のにラはインナッそっプでちすに行きね。ますよね。はい、そうなんですよ。なので、20歳ぐらいになるまで、私、被爆証言とかも一度も聞いたことがなかった。ですね、なので戦争体験者の話を聞くとか、授業の中で戦争平和を扱うっていう機会が今振り返ればかなり少なかったかなというふうに思っています。かなり日本においての平和教育のそのプログラムっていうのか、あり方が地域によって違うんですね。私なんかそう思いはまちょうす。どこう韓国で学校教育を受けるときには、平和教育どころか反共教育、そして最近だとここ15年ぐらい前からは統一教育って言葉でも、まあ最近また統一っていうことをよりこう普遍的に捉え直そう、いわゆる南北が一つの政治になることだけが統一ではないっていう考え方から、平和教育っていう言葉がまた広がってるみたいなんですけども、まあ中身っていうのは人それぞれバラバラっていうところも、今日の話でいろいろと詰めて伺ってみたいなとは思いました。そうですね。そのバラバラというところで、例えばその、広島のご出身だったり、長崎のこうご出身のこう方にこうお話を伺うと、こう8月6日、もしくはその9日というのは、必ずその学校に行く日であったと。で、大学に入ってみて、他の地域の、人たちとこう出身の人たちと交流してみると、学校行く日じゃなかったの？っていうふうにすごく。びっくりしたり、なので、おそらくピースボートに乗船してくる方々も、こういろんなこう平和教育のこうバックグラウンド、バラバラのこうバックグラウンドがあるんではないかなというふうに思うんですが、で、その上で、どういったことをこう、じゃあ、そうしたこういろんなこう背景の人たちにこう届けていくのかということを、今日は掘り下げていきたいなと思います。で、高校2年生の時に、また畠山さん、ご自身のお話に戻っていきますが、高校を中退され、そうですね。で、その形とし後、ては。イタリアのユナイテッドワールドカレッジに留学されたということなんですけれど、先ほどおっしゃったように、ご自身はその、学校教育の中で平和教育っていう言葉を聞いたかどうかもこう定かではないし、という中で、なぜもう高校をこう飛び出して、で、イタリアに行って、で、世界に飛び出してということになったのか、そのきっかけはどういったことだったんでしょう。そうですね。いろいろきっかけはあってですね。ものすごく子供の頃から本を読むのが好きでですね。やっぱりいろいろな本を読んで、それこそ今ね、安田さんが出されているような本が20年前にあったら絶対読んでたような子供だったと思うんですけれども、そういう
ジャーナリストの方 の, あの本とか、あるいは NGO で働いている人の本とかっていうのを、ちょっとどれって聞かれると具体名が出てこないんですけれども、うん、読んだりして、やっぱものすごく漠然となんですけれども、本当にいろいろな国があるんだなとか、いろいろな人の人生があるんだなとか、当時の子供が心的にはかわいそうだなとか、そういうのって辛いだろうなとか、そういうのを本を広げて、通して広げていったっていうのが一つあって、やっぱ常に小さい頃からいろんな世界を見てみたいっていうのはあったんですね。で、それとは別に、やっぱその中学校で高校受験とか、その受験勉強の波に飲まれていく中で、自分はこれはあんまり楽しくないなっていう思いがあって、そこから逃げたいみたいなところもあって、高校で留学をしたいなっていうふうに考え始めました。で、いろいろな留学プログラムがあるんですけれども、そのユナイテッドワールドカレッジというのは、現地にある学校にポンって行くっていうよりは、本当にいろいろな国から、で、私がいたときは、100カ国ぐらいから集まっていたんですけれども、はい、その理念というか、コンセプトがとても気に入って、で、そもそも一番最初にできたのが、イギリスにあるユナイテッドワールドカレッジなんですけれども、そこは、はい、いわゆる冷戦というものが行われていた時代に、東側と西側の学生を集めて2年間共同生活をして教育したら何か未来が変わるんじゃないかっていう、それこそ平和教育的な要素が多分にあって作られた学校で、そういったあたりにもものすごく関心を持って留学を決めました。日本からもそのユナイテッドワールドカレッジに留学する人っていうのはそこそこ数としているんですか？そうです。一応そのなんていうんですか、行きたい人の試験みたいなのがあって、毎年10名前後ですかね、各世界のあちこちにあるユナイテッドワールドカレッジに派遣されているっていう形に今でもなっているはずです。先ほどおっしゃったように、そのもう100カ国近くからこう人が集まってくるというふうになると、 これまで知らなかったこうカルチャーだったりですとか、あるいはその、彼ら彼女たちが語るこう歴史なんかにもこう触れる機会があると思うんですけれど、語りきれないとは思うんですが、特にこうご自身の中でこう印象に残ったことだったり、どんな影響をこうそこでご自身が、畠山さんご自身が受けたのか、そのあたりはいかがですか？はい、本当にたくさんあってですね、理想も現実も含め、国際交流とか、いろいろな人が集まるってこういうことなんだっていうのを本当に感じた2年間だったんですね。で、イタリア校は、やっぱりそういう背景を持って作られた学校のイタリア校は何をすべきかって考えたときに、やっぱり先生たちがものすごく積極的に、それは2000年代の半ばだったんですけれども、旧ユーゴの戦争を体験した地域の子どもたち、つまりボスニアとかセルビアとかクロアチアとか、そういったあたりの学生がものすごく多かったと、あと中東ですよね、イスラエルもいたし、パレスチナもいたし、イラク、イランもいたんですけれども、そういった子たちと一緒で、で友達、ルームメイトがモンテネグロ人だったんですよね。で言葉がものすごく近いので、バルカン半島の学生たちは結局みんなすごく仲良くなるんですよ。で、仲良くなるんだけれども、絶対に歴史と政治の話はしないんだってある時言われて、なぜならそこはもう相入れないって分かってると。で、共同生活を成り立たせるために、楽しく自分たちが過ごすためには、今は触れないんだって言われて、あ、そうなんだっていう、ちょっとその時の自分ではそうなんだしか言葉が出てこなかったんですけれども、なんかその話せば分かるって思ってた自分は、っていうのに全然違う現実を突きつけられたっていうのはあって、やっぱり同じことがイスラエルとパレスチナでも起きていてですね、で、そういう学校に来るから、その、なんていう、憎悪をぶつけ合うみたいなのはないんですけれども、やっぱりすごく根っこのところでは、ものすごく相手に対してやりきれない気持ちをお互い抱えていて、で、話したくないって最初は言うんですよね。で、もちろん2年経つと少しは話すようになりますけれども、その世の中にあふれているような対話をすれば分かり合って、すごく親友になれるみたいなストーリーばかりではなくて、必ずしもやっぱりそうだよなっていう経験はものすごく多かったですね。で、あともう一つものすごく印象的なのは、とはいえやっぱりその何ですか、その戦争、いわゆる戦争を知らない国、まあ私もそう、そのカテゴリーだったと思うんですけれども、からの生徒も多くて、で、ある時そういう学生たちが戦争を知るイベントをやろうっていうのを企画したんですよ。
で、確かなんか War24 とかっていうタイトルをつけて、戦時下体験24時間っていう形で、例えばなんか給食 の, あの職員のスタッフの人たちにお願いをして、ちょっとあのポーション少なめにしてくださいとか、あの村全体がキャンパスみたいな学校だったんですけれども、ところどころに検問みたいなのを作って ID チェックされるみたいなのをやってみたりとか、突然電気が消えるとか、そういうのをやったわけですよ。でも蓋を開けてみたら、ものすごく戦争を知らない側のエゴが詰まった企画だったんですよね、はい、だからもう本当にサイレンが鳴ってフラッシュバックでパニックを起こしたことがいたんですよ、うんうんうん、でなんかその戦争を知ろうと思ってたっていうことのなんていうか本当に知らないからこそのものすごく思った気持ちだったんだなっていうのをものすごく感じましたし、その一環で当然の考え方として戦争体験を持っている人たちの話を聞こうっていうことで、それこそ旧ユーゴの話とかイランの子たちの話とかを聞いたんですけれども、その時にそのボスニア出身の女の子に戦争体験って言われて話したいことは一つもないけれども、一つ伝えたいことがあるとしたら、やっぱり私はあの戦争でお母さんを亡くしてお母さんに今生きていてほしかった、私の戦争体験はそれだけですって言われて、うん、うん、そう、戦争を知りたいとかかわいそうって思ってたみたいなのの次元を突然ドーンって破られたみたいなところはありましたし、すごい怒ってる子もいたんですよね。そのみんな戦争知らないとか戦争体験しないとかって言うけれども、でその子はイラクの出身だったんですけど、怒ってるじゃないか今って、今世界で怒っているのに知らないって何なんだよって言われて、もういい返せることがないじゃないですか、その通りだと思って、だけれどもなんか知らない言い訳ばっかり作って、知りたいって言って教えてもらうっていう、話してっていう、その責任を体験者っていうアイデンティティを勝手に押し付けて、なんていうか転換してた自分の本当に至らなさみたいなことをすごく感じましたよね。だからやっぱその2年間はもちろんあの日常生活はそんなことばっかりじゃなくて、いろんな楽しいこととかふざけた思い出とかたくさんあって、でもやっぱり何か今につながることがその2年間にあったとしたら、やっぱその時にものすごく自分の中で考えた戦争を知らないっていうその言葉自体もものすごく考えたし、でも結局自分は日本出身っていう事実を変えられなくて、その戦争体験当事者に今すぐなれるわけもないときに、じゃどうしたらいいのかとか、そういうのものすごく考えた2年間でした。ちなみにあの写真があの当時 の, あ、ね、あのすいませんあの、はい、あれだと思うんですけど、もしよろしければあの、はい、共有していただけますと。いいですね、こんな感じで結構こうですね。あ、見えてますかね。はい、見えております。はい、あのこれはあのイタリアだったんで、あの山がたくさんあってですね。イタリアの美しい地域ですね。はい、あのみんなでクライミングトリップに行った時の写真ですね。うん、本当にいろいろな国の人たちがいて、でこれは卒業式の時ですかね。はい。あのアドリア海に面したとても綺麗なあのロケーションだったので、みんなでこんなところに、うん、仲間を着てるのが畑山さんですね。あ、そうです、そうですね、はい、うん、着てっていうような、それだけちょっと暑そうな格好をしてそうなんですよ、そう 5月とか6月だったんで、はい、なんかちょっと暑そうな感じです。そのクラスメートとは今も続いていたり、そしてその中で平和的な活動をする人っていうのも生まれていらっしゃるんですか？そうですね、あの全員ではないんですけれども、やっぱり当時のルームメートですよね。ここの右から3番目に写ってるのがボリビア出身の私のルームメートなんですけれども、彼女なんかとは今でもやり取りを取っていますし、ここにいるほとんどの人とあの Facebook なんかではつながって、何かあればやり取りをするっていうような関係ですね。でもちろんあの日本も日本以外もそうだと思うんですけれども、じゃあこういう経験があったからって言って必ずしも平和に直結した仕事をしている人が多いかっていうとそうじゃないんですけれども、うん、まあそれぞれの分野であの外交の道に行った人もいますし、法律の道に行った人もいますし、もちろん金融とかコンサルとかそういったことをやってる人もいますけれども、あの、まあ、ちょっと聞こえはいいですけど、ね、何か心に残ってるものがあって、そういうそれぞれ仕事をやってるなと思いたいなとは思います。でこれがその時行ったあのボスニアの様子ですよね。この橋があの内戦の紛争の時に壊されてしまって
で新しくかけられたのが、まあ、この町にとっては平和の象徴なんだよっていう説明をされたっていうのは印象に残ってます。奥に見えてるのがあのモスクのミナレ。あ、そうですね、そうですね、うん、この橋象徴的な橋ですよね、その旧ユーゴスラビアの紛争に関しては。先ほどおっしゃったようにその、まあ、例えばその今現時点でその、まあ、あの直接的なこう攻撃を受けたりという、 こう戦時下ではないという意味で の、 その国からあの実際にこの、まあ、交流にあの参加をして、でそのそうした国からこうあの赴いた自分たちが今まさにこう戦時下をこう生きているこう国からやってきた人たちのこう体験だったり経験をこう消費したり搾取をしていないだろうかという葛藤というのはこう常につきものだと思うんですけれど、あのそれでもやっぱりこう何かしらのこう対話のきっかけを作って、でそれでやはりこう言葉を交わしてという、 こう意味をこう見出そうという模索の中から生まれたのが、あのこれからまたちょっとお話をしていただきたいなと思っている、こう2008年に、ご自身が参加をされた、あ、この年に始まったプログラムですね、被爆者地球一周証言の後悔という、 こうピースボートのこうプロジェクトだったと思うんですけれど、あのこのプロジェクト、あの折り鶴プロジェクトという、 こう名前でもこう知られていると思うんですが、私もこういろんなところでこう話を聞くんですけれども、どういうプロジェクトなのかということからまず伺えますか。はい、またちょっと写真を出しますね。はい、あのこのプロジェクト自体は私があの始めたものではなくてですね、ピースボートの共同代表の川崎明というあのものが始めたものではあるんですけれども、これはあの2008年ですね、1983年にピースボートという NGO はできていて、そのまあ25周年をある種記念といいますか、あのする形で何か社会的にインパクトのあることをできないかっていう時に、思い切ってあの100人の広島長崎 の、 あの原爆被害者の人を、被爆者の方を招待して世界中に証言を届ける、その核兵器の非人道性を改めて世界に伝えるっていうプロジェクトをやってみてはどうかという、これまた思い切った、本当に思い切った案だったと今振り返っても思うんですけれども、ありまして、それであの始まったプロジェクトですね。でこれが一番最初の時に、で私はこの時に初めてそのイタリアの高校を卒業したばかりで、何か大学に行く前にやりたいなと思って、あのいろいろな機会を探していたところ、ボランティア通訳で参加するとあの無料で地球一周できるよというあの宣伝を見まして、それなら行ってみたいということで参加したら、この103名の被爆者の方が乗っていた。でこのプロジェクトは2008年に始まって、実は今でも続いていまして、もちろんちょっとコロナなんで、うん、あの従来のような形ではやっていませんけれども、この2008年のものを皮切りに規模はぐんと小さくなりましたけど、あの170名以上ですかねの被爆者の方が、これまでピースボートの船で地球一周をしながら世界各地に証言を届けてきました。あの非常にこう当時はあの斬新なこう取り組みとしてあの受け止められたと思うんですけれども、やはりこう被爆者の方にとっても、こう乗船をされる方にとっても、そしてその各寄港地でそのあの出会われる方にとっても、こう非常にこう大きな経験になったと思うんですが、あの特にこうこの航海の中でこう印象に残っていることだったり、ご自身の中でこう大きな体験だったことというのはいかがですか。そうですね、あのこの結局この2008年から14年ぐらいですかね、私もこのプロジェクトにあの関わり続けているんですけれども、やっぱり一つ大きなことは、その先ほどの平和教育の形骸化とか、あるいは昔のことすぎてみたいな話ともつながると思うんですけれども、やっぱり一人一人の話、被爆者の方の話にフォーカスをしていくと、やっぱり原爆とか戦争とかっていうのは全然終わっていなくて、今もつながっている苦しみとか、まあ、今も続いている社会構造の歪みみたいなものが、まあ、戦争で吹き出していたっていうものが見えてくるなっていうのがありまして、うん、あの被爆者の証言の中には、そのあの日がいかに悲惨であったかっていう話はもちろんなんですけれども、その後も差別を受け続けてきたとか、あるいは、まあ、結婚とか子供を産むことをやっぱり諦めてきたとか、
あるいは今もその後遺症の影響で何度も何度もがんに苦しんでいるとか、そういう話が出てきてですね、やっぱりその77年前に終わったっていう話でくくれないんだなっていう、時間軸がわーって広がるっていうのが、やっぱり当たり前のようで、とっても大切な気づきだったなっていうのはあります。で、はい、あとそうです。私が思うには、その折鶴プロジェクトっていうのは、うん、の核禁止条約を作る上で、その調印した、加入した国々の、まあ、政策決定者にとっては、すごく大きな力、そして声となったっていうふうに知っておりますし、でも同時に、一部の国の人々は、まあ、核抑止論っていうことを強く信じているわけですよね。で、現場レベルで、この証言を届ける中でも、ちょっとした緊張関係っていうのはあったかもしれないんですけども、その部分はどういうふうなもう印象というか経験がありますか？いや、本当にそうですね。折鶴プロジェクトは地球ピースボードの地球周に乗っかっていくので、航路はプロジェクトが選んでいるわけではなくて、すでにある船の航路なので、本当にいろんな国が入ってくるんですね。なので、一番最初の頃からインドとか入っていましたし、フランスなんかっていわゆる核兵器保有国が入ってくることもあります。で、やっぱりそういうところで被爆者の人たちが証言をすること、それからそのお手伝いを私たちがすることで、やっぱりその先ほど安田さんからも広島長崎の平和教育が少し特徴があるというか、ものすごくある意味しっかりされているって話がありましたけど、そういう環境を出て、いや、核抑止って必要じゃないかっていう人たちに触れた時に、私たちはやっぱり改めて何のメッセージを伝えたいかっていうのを考えさせられるんですよね。なので、そういう意見に当たることはたくさんありましたし、それを、安全保障環境を踏まえた一つの現実と受け止めながらも、でもこういう無差別で非人道的な兵器が許されてはいけないんだっていうふうに、やっぱりこう上げ続ける被爆者の人たちの声をたくさん聞いてきたっていう感じですかね。それと先ほど戦後もこう様々なこう差別にこう直面したというこう話がありましたけれど、その差別というこう観点で語るとすれば、玉木さん、例えばその在韓被爆者の方々をはじめ、その外国にその後移っていった、もしくはその故郷に戻っていった、で、あるいはその日本人ではないということによって、そのある種こう切り捨てられてきてしまった存在というのも、私たち直視する必要がありますよね。そうですね。この点は、おそらく2015年のオバマ元大統領の広島訪問とその演説のスピーチ文をもう一度ネットとかで探して読んでいただくことによって、改めて考えることがたくさんあると思うんですね。その時、アメリカ自体は、アメリカの大統領として謝罪はしませんでしたけども、日本の被爆者の視点からいろいろとこう捉え直してくれたっていう意義があって、で、そこには、まあ、在日朝鮮人、韓国人、そして、何十人かの、その外国人の人々も犠牲になったっていうようなことに触れたっていうことが大きな意義だったと思います。で、つい最近、残念ながら、イ・ジョングンさんがお亡くなりになったっていうところもありますので、その点、いろいろと交流があったと思いますので、その点、すみこさん、いかがでしょうか。はい、ジョングンさん、実は私、亡くなられた次の日に会う約束があってですね、そうなんですお好ね。み焼きおごってあげるからいらっしゃいって言われてて、7月末そうに、なんですあとよ。もう4で、月それ末。がお通夜になってしまったっていう、非常に私としては本当になんともやるせない感じだったんですけれども、ですね、イ・ジョングンさんは一度やっぱり、イ・ジョングンさんが地球周されている時に、私が部分乗船で乗った時に通訳させていただいたのがきっかけで、ずっと良くしていただいてですね、いろんな話を聞かせていただいて、やっぱりジョングさんの話を聞くと、その被爆者であるということがすでに差別の対象である中で、やっぱりコリアンである、朝鮮人であるっていうことで、二重の差別をいかに受けてきたかっていうことを、やっぱりものすごく語って、で、そもそもピースボートに2010年の半ばに乗るまでずっと日本名で生きていらして、初めて民族名を名乗ったんだっていうお話も含めてですね、やっぱりその日本にまだまだ残る戦争のからつながる差別の構造とか差別の意識とか、そういうものをやっぱり
遺産と話をすることでたくさん、こういう表現もあれですけれども気づかせてもらったし、まだまだやらなければいけないことが多いなというきっかけをいただいてきました、まあ、実は韓国の中にも核抑止論を考えていたり、あるいは支持していたり、そして韓国のその解放幸福説っていうのが数日前にありましたけれども、その植民地支配の終わりが広島長崎とつながっているんだっていう考え方をしている人たちもいてですね、まあ加害と被害という話はまた後に出てくるとは思いますけれども、そうするとイ・ジョングンさんのような立場の人々がスポットライトを当てられることがなく、韓国内でもひっそりと暮らしていたり、あるいはいろんな保障とかを受けられないまま暮らしていたっていう側面があることもお伝えしたいと思います。そうですね。で、やはりその被爆者の方もですね、でもこの折り鶴プロジェクトで一つすごく私も考えてきたのは、やっぱり被爆者の方もそういう同じ被爆者でありながらいろいろなルーツを持つ人とか、あるいは例えば中国で証言会をしたとき、韓国で証言会をしたとき、シンガポールで証言会をしたときに、でも日本の責任はどうなんだって聞かれるっていう体験をすることで、やっぱりものすごく自分のメッセージを捉え直すというか、被爆とは何かとか、被爆証言をするっていうのは何かっていうのを考え直されているんですよね。で、最近14年前になんか2008年に一緒に証言活動をした方と長崎でお会いしたんですけれども、正直自分は証言活動をした時、日本の加害のことは全然知らなかった。で、本当に知らなくて、正直なことを言えば知った時はショックで、本当は目を背けたいと思ってしまったこともあると。でも自分が証言を通して伝えたいのは何かって考えたときに、やっぱりその戦争で命が奪われてしまうことがいけないとか、やっぱり一番弱い立場にいる人が犠牲にあってはいけないってことを伝えたいんだって思ったときに、やっぱりその加害の話と被害の話と侵略戦争の歴史とセットで、その中で起きた原爆って語らずにして、どうして自分のメッセージが伝えられるんだろうっていうふうに至ったっておっしゃっていて、それは私にとってもものすごく世界を一緒に回ることで一緒に、作ってくることができた歴史観なのかなっていうふうには思っています。かつて作家の小田誠という方がですね、人間は誰もが加害者にでも加害者でもあり被害者でもあるということで、加害とその被害の複合性について述べたことがあるんですね。で、これをですね、国民国家単位の何々国あるいは何々人っていう文脈で捉えると、加害と被害っていう構図がこう固定しちゃう傾向があるんですけども、今のお話のように人誰もが加害者でもあり被害者でもあるっていう視点から、その当事者の苦痛にどうやって共感を得られるのかっていうことがポイントになってくる今後の平和教育かもしれません。そしてそうした決して容易ではないようなこう対話を、じゃあこの船の中でも、あるいはその船をきっかけにしてこうどういうふうにこう作っていくのかというさまざまなこうプログラム、皆さんもおそらく試行錯誤をしながらこう築いてこられたと思うんですけれども、もう一つその折り鶴プロジェクトとともにこう着目をしたいのが地球大学で、この特別プログラムにこう、はい、畠山さんずっと関わってこられたということで、このプログラムがどういうプログラムなのかっていうことについても伺えますか。はい、ピースボートではずっと長くですね、地球大学というプログラムを持っていまして、それは地球一周自体がもちろん学びの旅という側面もあるんですけれども、特にそういう社会が抱える課題とかグローバルな課題を仲間と共に考えていきたいよねっていう人のための集中講座みたいなのがありまして、それをずっと日本語で展開してきたんですけれども、2014年にやはりそれを英語でやることでもっとたくさんの人に乗ってもらえるのではないかということで始まったのが地球大学の特別プログラムというものです。で、その2014年一番最初にやった時の写真がこれなんですけれども、この時はスリランカで始まって、カンボジアまで行くプログラムだったので、スリランカの人とか、フィリピン、ミャンマーのあたりからの人が多かったんですけれども、こういったプログラムでやっぱりその行く先々でいろいろなその地の歴史とか
戦争の体験とか紛争の、これまでとかを一緒に見ながら、でも一緒に見ると同じものを見ていても全然違う見方をしているよねっていう事実を突きつけられ、じゃあそれを踏まえて同じアジア地域に生きる人間としてどうやって未来を作っていくっていうのを考える、まあ、小さな一歩ですけれどもできればなと思ってこういうプログラムを始めました。いや本当にこうさまざまなこう歴史を経た、あるいはその文化生活を経た方々が同じ空間をこうどういうふうにこう分かち合うのかというこう重要な対話の場だと思うんですけれども、先ほどのその加害ということでこう少し話を戻すと、やはりそれをこう抜きにしてこう語れないといいますか、でそうしたこう事実をこう見つめることなくして、まあ対話だったり議論の土台というのはこう作れないと思うんですよね。でそれをこう直視することのこう重要性だったり、先ほど被爆者の方のこう話もこう少し触れていただきましたけれども、その点については活動を重ねてこられて、畠山さんどういうふうに捉えていらっしゃいますか？率直に言えばやっぱ本当に難しいなとは思います。よくあるね、異文化理解とか国際交流のプログラムっていうイメージでいくと、やっぱりわーっていろんな国籍出身の人を集めて対話の場を設ければそれでなんかうまくいくよっていうイメージも持ちがちなんですけれども、やっぱり実態はですね、やっぱりその、まあ、二十歳前後の子とかが多いんですけれども、私もそうだったように、それまでその国や教育文化の中でさまざまな、なんていうんですかね、まあ多くの場合国が形成したナラティブなんですけれども、その中でいろいろなことを教わって育ってきて、で特にことを戦争の体験、東アジアってなっていくと、やっぱり日本の場合は圧倒的に加害の歴史、侵略の歴史を知らないし、で韓国の学生はやっぱりそこを本当にちゃんと知ってほしいっていう思いで来るし、でもそこが突然じゃあ対話してみようって言っても本当に絶望的にすれ違うんですよね。でその知らないことがなんで悪いのかもわからないし、なんで知らないのかも理解できないしっていうことで、ちょっと会話が成り立たないぐらいになっちゃうこともあってですね。でだから本当にどうやって第二次世界大戦のこととか、それこそ原爆のこととかを扱っていこうかなっていうのは毎回試行錯誤なんですけれども、やっぱりちょっとずつその、例えば原爆資料館に行くにしても、その後に長崎とか正治記念館を入れて、じゃあその2つを比べてみたときにどういうものが見えてくるとか、知らなかったのってなんでなんだと思うっていう率直なディスカッションを持ったりとかっていうようなことを重ねてですね、で被爆証言をお願いするときもですね、どういう証言をしてくださるのか方なのかっていうことを、それは別に選別とかっていう意味ではなくて、今この子たちに一番響く話っていうんですかね、考える要素を与えてくれる方はどなただろうっていう観点から、それこそイ・ジョンブンさんにお願いしたことは何回もありますし、そういう加害被害を超えてこういうメッセージを伝えたいなっていう思いをお持ちの方にお願いすることもありますし、そういう小さな工夫とトライアンドエラーで、エラーの方も多いんですけれども重ねながらやっています。イ・ジョングンさんの証言されてきたことをこう振り返ってみると、そうした歴史をこう知らないということが実はその現代のこう差別と一本の線でつながってしまっているように私自身はこう感じるんですね。ギョムクさん、例えばこの平和教育とは何かということを考えたときに、その原爆だったりですとか核兵器を使うのはやめましょう、こう空爆をするのはやめましょうということはもう大前提としながらも、こう差別だったりですとか日常の中でのその人権侵害というものがある限り、それは平和と言えるのかという、こうそうした本質的な問いにもつながってきますよね。そうですよね。だから戦争がないとか直接的な暴力がないっていう部分の平和教育ももちろん大切で、ウクライナにしてもミャンマーにしてもいろんなイスラエル、パレスチナにしても課題が残ってるってことも学んでいかないといけないけれども、やはりこう自分のことが精一杯で大変だっていう、先ほどの4つ目の問題意識にもあったように、構造的な差別とか人権侵害とかっていうことがいろいろと起きている中で、それもまた平和教育で扱っていかないといけない部分だと思うんですね。でここをどうつなげていくかっていうのが一つで、これはおそらく座学では十分できないと思うんですよ。でそれをこうピースボートが
続けてこられたような現場型の教育ってことがとても大切なんだけども、いくつも課題があると思うんです。やはりコストの問題で、誰もが世界に出かけられるぐらいの参加費を出せるわけじゃない。で、また言語の問題があって、また誰もが英語か流暢に喋れるわけじゃないっていう課題があってきたりっていうような、いくつかの問題、またはコーディネーター側としても、学校教育の先生が仮に予算がついて、なんかどっかに広島でもいいし、沖縄でもいいし、長崎でもいいし、連れて行きましょうって言った時に、いやいやいや、なんかそういうのは私は苦手なんですみたいな形で、今の修学旅行の形骸化された平和教育っていうことに落ち着いてしまっているのではないかなっていうふうに私は考えています。今の提起非常にこう重要だと思っていて、例えばその学校教育をこう変えていくということももちろん大切なことだと思うんですけれども、学校教育以外のこう選択肢をというふうにこう考えたときに、コストどうする、こう言語の壁どうするというふうにこういろんなハードルがある。でそう考えたときに、例えばそのコストはかからずに身近なこう方がある種こう仲介役となって、例えば体験した方と自分自身の間に立ってこう語ってくれるということって、すごくこう語り継ぎ部みたいな形でとてもこう重要だと思うんですが、一方でそのかとまると思うんですよね。特にこれは畠山さんに伺いたかったことだったんですけれど、こう例えば被爆を自分はこう直接体験していない、で例えばその現時点でこう軍事侵攻を受けているようなこう国に自分が暮らしているわけではない、でそういうこう立場からこう平和教育をしていくことのこう葛藤だったり、こう課題みたいなものはどんなふうに意識をされていますか？そうですね、やはり特にやっぱり戦争体験者、被爆者で顕著ですけれども、本当に高齢化が進んでいますので、うん、本当にあと10年もしたら直接的な話は聞けなくなってしまうかもしれないっていう時代に私たちは生きていると思うんですよね。でその中でやっぱり今おっしゃってくださったように、どうやって本気の仲介役を増やせるのかっていうのがやっぱものすごく課題でですね、でそれがなかなかね、職業の選択肢とかに入ってこないことが多いので、熱意だけはあるけれども、結局じゃあ職業何選ぶってなった時には違う方に行ってしまうっていう人も多いのかなっていうあたりを、まあ、常にその、ね、平和教育に限らず、NGO 業界といいますか、そういったところの課題ではあると思うんですね。でただちょっと話、直接的なお答えになるかわからないんですけれども、この前長崎にそれこそ業務先生とフィールドワークに行った時にですね、どっかこういう話は戦争とか世界遺産とか加害被害の話とかっていうのはどっか遠い話だと思っていて、自分は当事者にもなれないから、結局なんていうか人に伝わるような言葉を持てないと思ってたんだって。だけれども長崎に来たら、本気で当事者じゃないけれども本気で取り組んで本当に熱意を持ってやっている方がたくさんいて、そういう人と出会うことでちょっと変わったと。なんかそういうその本気で取り組んでいる人をと出会ってもらう機会っていうのをもうどうやったら増やしていけるかなっていうのがこれからの私の課題かなというふうには思っています。ちょっとうまく表現できたかわからないんですけど。夏木さんにも伺ってみたいところでもあるんですけども、ダイアログフォーピープルさんも若手のジャーナリスト養成講座みたいなものを8月にされていたりですね、はい、あるいはオンラインとかを含めて東北地方へ そのスタディーツアーとかっていうこともされていると思うんですが、それも私から見れば平和教育の活動なんですね、当然ですけれども。でそこで何か感じられているこう手応え、またはもどかしさっていうのはあるんでしょうか？そうですね、本当にこう次世代とともにこう私たちもこう試行錯誤しながらこう悩みながらというところなんですけれど、次世代を見た時のその葛藤とか課題というよりも、今のちょっとお話を聞いていて私が思い返したことにはなるんですが、ピースボート のプロジェクトの中でも訪問されることがあると思うんですけれども、ポーランドにあるアウシュビッツで日本人として公式ガイドをされている中谷武さんという方がいらっしゃいますよね。でその方がいわゆる直接的な戦争体験世代ではない、でしかも
外国人であるという、 こう立場でこう語っているということは、最初に知ったときに私自身非常にこう衝撃的だったんですよね。うん、でもやはり、博物館の方とこう中谷さんもこういろんな話をしていたときに、やはりこう体験者の方のこうコピー&ペーストはできないわけですよね。その人にはなれないし、うん、こうコピー&ペーストが求められているわけではないし、であくまでも自分の意見だけれどもというふうに前置きした上で、自分はこういうふうに思っているということを織り交ぜながらこうガイドをしていいんだよというふうに言われたときに、自分のこう立ち位置みたいなものが見えてきたというような趣旨を、うん、中谷さんご著書の中にもこう書かれていたんですよね。でやはりこう次世代の方々で伝える活動をしようというふうな人たちの話を聞いていると、自分なんかが語っていいのかなとか、うん、じゃあ語るにしてもどういう語り口があるのだろうか、自分の意見をこう主観をある種そこにこうどこまで織り交ぜていくべきなのかっていう、そのさじ加減にすごく悩む声っていうのがあるんですけれども、中谷さんはじめすでにこう実践されている方々がいらっしゃる、でそこから学び、でそこからじゃあ自分なりにこう言葉に置き換えたときに、やり方に置き換えたときにどうかという形で、まあいい形でこう連鎖が作れるといいのかなというふうにはこう私自身感じてますね。今のお話で私もアウシュビッツ・ビルケナウ訪問したときに中谷さんにお世話になって、まあ私がいたからだったかもしれないんですけども、日本の参加者とともにですね、加害の歴史についても触れたんですね。多くのそのアウシュビッツを訪ねる日本のその人々は、ユダヤ人の悲惨な部分と体験を日本の被爆体験と重ねて扱う傾向があって、でも加害の部分があるんだとか、あるいは戦争そのものがどれだけ悲惨であるのかっていう文脈で、主観的なお話をしてくださって、それがとても私は、うん、素晴らしい今後の、まあ、ヒントだなっていうふうに思ったんです。でそれは須美子さんが直接体験されてるかどうかわかんないんですけども、アウシュビッツ・ビルケナウに行くと、日本人、韓国人、中国人がそのことについてお互いこう加害と被害の立場によって揉めたことっていうのもあったっていうふうに聞いていてですね、今日その話が十分できるかはわからないんですけども、やはり自分なりの視点から語り続けることっていうことが今後もっと求められるんじゃないかなというふうには思っています。その自分なりのこう視点からこう届けるという点については畠山さんいかがですか？そうですね、そうですね、どういうふうに言うのがいいかな、ちょっと遠回しな答えになってしまうかもしれないんですけれども、例えば今学期大学で教えたりして大学生と話をしたりしていると、やっぱりものすごくいろいろなことを良くないとか嫌だとかっていう感じる力を、まあ、当然ですけれども持ってる人がものすごく多いわけですよね。で普段の生活でこれは嫌だって思うことってどういうことがあるみたいなワークショップをやったこともあるんですけれども、そうするとやっぱり外見で差別、外見のことを言われてすごく嫌な思いをしたことがあるとか、地方出身の子が地方出身だからって言ってちょっと見下されているような思いを見下されてるなって感じたことがあるとか、そういうようなことをやっぱり嫌だと思うっていう経験として話してくれることがあって、でやっぱりそういうような日常の中で自分にとって平和じゃないなって思うことっていうのは、それが他の人に当てはめていくと、やっぱりそういうゆくゆくは一つ一つつなげていくと、やっぱり戦争とかっていう話にはそういったものがものすごく凝縮されていたし、やっぱりそういったような延長線上にやっぱり民族に対する差別とか羊による差別とかっていうのがあるんだよっていう形で、なんて言うんですかね、その今考えてる私にできる私なりの視点っていうのは、やっぱりちょっとそのよく平和教育で語りがちな先の大戦っていうものを、いかに今の世代の人たちが体験しているちょっと嫌なことっていうのと、実は本当は本質的な意味ではつながっていることが多いんだよとか、あるいは自分もその誰かを不快にさせてしまっている思いが可能性があるっていう延長線上に誰かを大きく傷つけるみたいな話があるんだよっていうふうに、その仲介していくっていうところを自分なりの視点として持ってできたらいいなとは思っています。世界の中を今見渡すと、まあ、例えばその
今日本の中でもこうかろうじて届いてくるこう海外ニュースとしてはウクライナに対するそのロシアのこう軍事侵攻が続いているということだったり、でもそれだけではなくて、はい、ミャンマーではこうクーデター以降特に厳しい情勢が続いていますし、でアフガニスタンでもこうタリバン政権がこう復権してからこう1年が経ち、でシリアでも相変わらず戦争が続いている、アフリカ諸国の中でもやはりこう紛争が続いている国があるということを考えたときに、いやそんなのこう遠い問題でしょ、それって海の向こうの問題でしょっていうふうにこう考えられがちなことをどういうふうにこう身近なところからこう手繰り寄せていくのかというところにこう平和教育のあり方のこう本質があるような気もするんですけれども、そのあたりについては畠山さんいかがですか。そうですね、それについてはやっぱりピースボートに今いる人間としては、そのピースボートが培ってきた平和の文化の作り方っていうのを私は大切にしたいなと思っていて、それは何かというと、やっぱりそのイベントごとに区切る関係性ではなくてですね、その戦争があるからその人の話を聞きに行くとか、そういった話ではなくて、やっぱり船で何度も何度も訪れる中で、そのどんな時もつながり続けている、市民としてつながり続けている関係を持ち続けていて、大丈夫な時も大丈夫じゃない時も定期的につながって情報を交換しながら今どういうことが起きているっていう、そのつながりを持ち続けるっていうことを大切にしていきたいなというふうに思っているんです。でこの間ピースボートでもミャンマー、アフガニスタン、それからガザの人たちの話を聞く緊急企画っていうのをやってきていて、やっぱコロナでどうしてもオンラインでの企画しかできないのが少しもどかしいところではあるんですけれども、うん、そういったことをやはりそのニュースで取り上げられている時だけっていう話ではなくて、やっぱり一緒に船で出会った何々さんの話としてずっと聞き続けていく、でそのっていうようなことを、やっていきたいなと思っていますし、たくさんのことにやっぱり解決っていうのは なくてですね、やっぱりそこで生きている人たちにとってはずっと続いていっている人生と営みがあるっていうことを常に意識しながら、ニュースに新聞に出ていないから起きていないっていうことではなく、そこに暮らしている人のことを常に思い浮かべるっていう関係性を持ち続けたいなというふうには思っています。ただこれもね、言うが易しなので、じゃあ具体的にどうやって特にピースボートに乗ったことない人に届けていくかっていうのはこれからの課題だなとは本当に思っています。一つ一つの例えばどこかで起きてしまったこういう国で起きてしまっている戦争というその個別のこう起きてしまったことにこう正面から向き合いつつも、そのつながりを保ち続けることによってある種のこう市民社会のこう成熟にそれがこうつながっていくのかなと思うんですが、です、ね、今のお話の中にすでにこうヒントはあったと思うんですけれど、こう、ま、これからのこう平和教育ということを考えたときに、それがこう目指すものって何だろうかというところ、ちょっと抽象的な質問にはなってしまうんですけれど、その先にこうどんなビジョンを思い描けたいのかということ、竹山さんはその点についてはいかがですか。そうですね、やっぱその平和っていうのを戦争の対義語としてだけ定義してしまうのではなくて、それ以外にも平和の反対になる言葉ってたくさんあると思っていて、でそれはそれぞれの人が違う言葉を平和の反対にあるものとして持っているかもしれないんですけれども、そういうものを一つ一つ一緒に考えることができる教育っていうのは何だろうかっていうのを、やっぱり今後の平和教育としては考えていきたいなというふうに思っているかなと思います。ピョンモクさんいかがですか。その平和教育の目指すところ、こうその先にこうどんなこう社会像をこう思い描きたいのか、それぞれにこう異なるビジョンはありつつも、こう平和教育のこう目的みたいなものもこう問われてくると思うんですけれど、その点はいかがでしょう。はい、今日のお話にたくさんこういろんなところでこうヒントが散りばめられていたと思うんですけども、まあ、私たちがこう未来を生きていく中で自分が続けたいテーマ、それが趣味の活動であっても仕事のことであっても学びのことであっても必ず平和のテーマとつながってくると思うんですね。だから自分自身がライフワークとしてこれについてずっと続けていきたいっていうことを持てるかっていうことが重要なポイントだと思います。海外のことである必要もなく、やはりこれはある意味でこう生活の話で、もっとこう抽象的な言葉で言えば政治の話になってくるわけですけども、この堅苦しい政治っていうことではなくて、やはり子どもたち、そして未来の世代が
こういう世界に生きてほしいなっていう思いを抱けるかっていうところの方向性だと思っています。本当にこうどんな未来をこう次世代にこう手渡していきたいのかというところにこう直結してくる話だと思います。はい、川崎明さんの名前が先ほど核活動の中で出ましたけれども、川崎明さんといろいろとこうコミュニケーションを取ると、やはり核禁止条約が実現した背景には、手触りのある、あるいは到達可能な具体的な目標を出していったことにあるっていうふうにお話しされていたんですね。ですから平和っていうのは非常に幅も広いし先も遠いようなテーマなんですけども、やはり自分にとってこれは譲れない、解決してほしい、改善してほしいものであるっていうところを言葉に出していくっていうことが重要なのかなと思いますので、手に届く範囲のゴール設定っていうのが今後の平和教育の中では重要になってくるかもしれません。確かに例えばその世界にはあまたのこう問題があって、でなんかこう、いや自分が何やってもダメなんじゃないかなとか、こんな大きすぎる問題、こう、なんか自分何もできることないんじゃないかっていうふうに、こうそう大きなこうビジョンを思い描けるっていうのはすごく大事なことなんだけれど、それだけ見ているとこう無力感にこう潰されてしまうようなこう感覚にもなるかもしれない。で、竹山さんどうでしょう、その身近なところからのこうゴール設定だったり、身近なところからこう取り組んでいくということのこう重要性というのはいかがですか？それは本当にあると思います。実は地球大学のプログラムの中では必ず最後の方でですね、アクションっていう要素を入れていまして、どんなに小さなことでもいいから船の中で一回自分が関心があるものについて、これをやったら本当に小さなステップなんだけれども何か変わると思うっていうのをやってごらんっていうやっているんですね。で、それは何ですか、トーク企画みたいなのをやる人もいるし、コンサートと音楽を通じて何かを届けたいみたいなことをやる人もいますし、もうちょっと学術的なアプローチで船内でアンケートとかを取り出してその結果を発表するっていうようなことをする人もいるんですけれども、はい、でもそういうことをとりあえずやってみて、でもそうすると発表してみると周りの人からいろいろなフィードバックが来て、うまくいったこと、いかなかったことっていうのが見えてきて、あ、アクションってこんなに簡単に起こせたんだっていう気づきが自信にもつながって、次もこれやってみようかなっていうふうにつながっていくのを目の当たりにしてきて、なので本当に身近なところで小さなアクションであればできることはたくさんあると思っていて、そういうようなことを挑戦しやすい空間づくりっていうのはぜひやっていきたいなと思っています。今のお話にもこう根底では通じるかもしれないんですけれども、最後にこうこれからのこう平和教育っていうことを考えたときに、こう何かこう取り組んでいきたいことだったり、こう目指したいことというのは畠山さんの中で何かありますか？そうですね、最初の方にあった玄木先生の問題意識にもつながるんですけれども、自分が苦しいから取り組めないんじゃなくて、自分の苦しさを和らげるためにも平和教育が必要なんだっていうふうに転換していけるような、その平和教育っていうのは一番根っこのことところでは、本当に今生きている私たち一人一人が住みやすい社会を中長期的に作っていくためのものなんだよっていうメッセージ性がこもった平和教育っていうのが何かっていうのを考えていきたいなっていうふうに思っています。なのでそれはその学校教育にとらわれる必要もないと思っていますし、いろいろな、なんですか、社会にね、いろいろある資料館とかもそうだし、身近な人のお話もそうだし、そういった地域のネットワークなんかも活かしながら、年齢も別に学校教育を受けている子たちに限る必要もないと思っていますし、ものすごくドーンと構えたダイナミックな平和教育、それから世界とつながるということを忘れない、そんな平和教育を作っていけたらなと思います。このコロナ禍がこう2年半以上も続いていて、でピースボートも物理的に随分こう船が出せないとか、リアルで集まれないというところにこう阻まれてきたと思うんですけれど、まあ、オンラインを駆使しつつ、まあ、状況を見ながらそういうこうリアルの場というのもこう少しずつ再開させつつ、場作りをこうこれからもこう継続していくということですよね。
そうですね、この2年間に3年間ですかね、本当に私たちとしては手足を縛られていた感じがあってですね、うんうん、辛い時期だったんですけれども、そんな中でもやっぱりオンラインでできたこともたくさんありますし、まあ、そんな中でオンラインでつながれない人をどうフォローするかっていう話ももちろん出てきたんですけれども、今後はその両方の良さを生かしながら、船が出るようになってもそれをどんどんオンラインを駆使していろんなところに伝えていくみたいな活動もしていきたいなというふうに思っていますし、うん、このコロナ禍で学んだことというか、できないからこそ伸ばさなきゃいけなかった部分を船とかリアルができるようになってもどんどん取り込んでいきたいなと。はい、今後の取り組みについてもまたぜひお話が伺えたらと思います。畠、はい、山さん、今回ご協力ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。さあ、本当にこう多岐にわたるお話をいただきましたけれども、平和教育とは何か、どういう社会を手渡していきたいのか、で身近なところからどういうふうなステップを作っていくのかというところのこう問題提起もいただきましたが、今日のお話どうでしたか、玄木さん。はい、やはり交流とか旅っていうのが生み出す力っていうのが莫大な何かを持っているというふうに感じていながらも、まあ、あえて今日の企画で朝鮮半島のことに直接たくさんは触れなかったっていうことは、だからこそこの日本と朝鮮半島、そして北東アジアと世界のつながりについて、この動画を視聴される方々が一度こう想像してみていただきたい。ここでの想像っていうのは、イメージをするっていう想像もあれば、アクションとしてのこう行動としての作り出してほしいっていう想像の意味も含まれておりますので、直接たくさんのことを語らなかったゆえに、つながりがたくさんここにこう隠れているんだってことを考えていただければというふうに考えております。はい、本当にこうこの動画も平和教育、平和学習のこう一端にしていただけたらと思っていて、この動画で今ヨンマクさんがおっしゃったように全てを語っていないんですけれども、でもやっぱりそれってどういうこと、どういうことっていうふうに、この動画の中で、あ、もっと知りたいなと思ったこうポイントを皆さんの中で見出していただけたら、それをこう主体的に学んでいくということからも、皆さんのこうスモールステップが身近から始まっていくということだと思います。今回は平和教育の今までとこれからというふうに題してお送りしましたが、カルチャーから知る朝鮮半島のこと、まだまだいろんなこう動画シリーズをこうお届けしていきたいと思いますので、皆さんにもご視聴いただけたらと思います。玄木さん、今回もありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。